かりやっぱこうなっちゃうこれ。そのバッグにするとき、うん、白てこっちの白タイルかこのウッドのやつにしよう。福岡県のなんか自然豊かなところに来ています。じゃあ、その辺で。お疲れ様です。ありがとうございます。いや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 。だから今日泊まるところが、会場向かう途中にあるんですけど、先に荷物置いておこうかな。荷物置いとこうかな、先に。あ、わかりました。もうすでにこの喫煙所が懐かしいな。新しいホテルなんですか？リニューアルしました。あ、そうなんですね。うわ、ニトリある。うわ、すごい。めっちゃリゾートやな。こんにちは。はい。うわ、すごい。はい。すごいな。旅行来たみたいやん。ロスみたいですよ。いや、お前ロス帰りやからって、お前ちょっとその、はい、僕ロス知ってますみたいな感じで出すのやめろよお前。俺ベニスビーチ泊まってたんで。お前ベニスビーチ泊まってたんか。ベニスビーチで約1ヶ月。生意気やな。いや、仕事なんで。いいよ。すごい。あ、結構です。はい、うわ、すごい、うわ、すごいすごい、うわ、やだ、すごい、今日はここに泊まります。でですね、今から別府映画祭っていうのに、仕事に行きまして、で夜多分ご飯食べて帰ってきて、ちょっと後でねお風呂入ろうと思います。なんか多分なんか整理とかしてるのかな。そう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 
ます。あ、すみません。ちょっと今持ってもらっていいですか。圧巻の満席です。よかった。お願いします。
あと、二人さっきの人が来てて、あ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 、私は寿司かなっていう他の読み切りました、ね、事故 ありがとうございます。結局一力に来てしまうっていうね。うまいからな。うまいのよね。うわ腹減った。うわめちゃくちゃ腹減ってきた。めちゃくちゃ腹減ってきた。こんにちは。どうも。あ、こんにちは。こんばんは。どうも。あ、今日2回？はい、靴脱いでいただいて。納豆、味のり、生卵からお好みでお選びいただきます。何種類でも可能でございます。味のりと生卵で。え、おかゆの人も選べるんですか。あと失礼します。はい、うわ、すごい。海鮮のお味噌汁。味噌汁。サザエ、はい、丸ごと。サザエ丸ごと。サザエ丸ごと、すごい。すごい。納豆と生です。めちゃくちゃすごいですね。いい優しい。20代半ばで朝飯でもおかゆ行く？でも徒歩7分やったら歩いたらええんちゃう。なんか。ああ、良さそうな店。こんにちは。12時までにメールしてくれてよ。はい、スパゲティミートソース。はい、はい、僕です。ありがとうございます。美味しそう。うまそう。王道のミートソースって感じ。うまっ。うまっ。めちゃくちゃうまいです。さすが老舗。こういう老舗ってさ、ドレッシングも美味しいよね。確かに。サラダがちゃんと美味しい店っていいですよね。うん、もう東京来ることないな。
ます。あんまりないですね。出張とかない？は、あります。あ、うん、一応なんか前水谷千恵子とか。はい、シシリーです。はい。はい、美味しそう。県外でリトル愛媛っていう、その愛媛出身とか海外で関わったことがある若手を集めて、愛媛のことを考えるコミュニティ作りをしましょうっていうのを今年8月からやりました、カジュアルなバーで結構ご飯も充実してますみたいな、茶屋町の毎日放送へ。さあ、せやねん終わって、これからうちの商品の打ち合わせに行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。いろいろ変更、ちょっと変更を思うところがいろいろあり、サイズをもうちょっと幅だから、あんまりもういっそのことポケットとかはもうなくしてしまってもいいのかな、傷つかないような柔らかい布の素材、レンズフードはいろんなものがある、だからいろんなものに対応できるような、いい、ラブラドール、ゴールデン、ゴールデン、ゴールデンレトリバー、いい、来た来た来た、あ、なんか実行の見きよった、J、おいで、J おいで、2日後に1歳ですよ、J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 、え、この子研修なんですか？チワックス、あ、チワックスね。路面から近いから相当暑いよ、ね、確かにね、いいですよ、お邪魔します。うわー、すごい、ここ何なんですか？ここ実は東京で車やってるんですよ。あー、そうなんですね。あー、このマツダのロードスター専門店。うわー、ロードスターやー、もう27年ぐらいやってます。マジっすか。あー、うわー、やっぱいいですね。もうロードスターのバーンって出てきた時、僕ら高校とか大学とかでなんか上のお兄さんたちが乗ってる車ですよね、なんか憧れの。ちょっと中見てもいいですか？やった、うわいい、うわいい、これはいい。ダッシュボードもすんごい綺麗、内装もすごい綺麗ですね、これ。ダッシュボードが全部新品入れ替えた。あ、そうなんや、だからか。ベタつきも何にもないですね。はぁ。外装もボンネット、フェンダー、バンパー。うん。これも全部新品加工してる。いや、ほぼ新車みたいな。そうですね。うわぁ、すごい。パーツが全部ロードスターのパーツ。うわ、楽しいやつや、これ。あ、全部ロードスターのパーツ。結構ね、古い車やから、このパーツがない、あのパーツがないとかね、みんな苦労しますもんね。ここはあるんや。ここは大体全部揃います。じゃあ、細かいパーツも全部揃ってるんだね。そう、これ中古なんかも置いて。へぇ、ミラーも。ロードスターのやっぱ初代のね、一番。やっぱね、あの形ね。いや、今のもね、いいんすけどね。やっぱあの形は、やっぱ憧れありますよね。というわけで、こんな感じの2023年7月でした。